射撃で出世した滝川和正。幼い頃から鉄砲の扱いに長けていた和正は、噂を聞いた織田信長に呼ばれ、彼の目の前で100発の射撃を披露した。信長の鉄砲好きは筋金入りね。和正は、50メートル先の30センチ四方の的に72発を命中させた。この結果を見た信長は、和正を気に入って、家臣に召し抱えたんだぜ。ちょっと待って、確かに凄腕だけど、いきなり家臣団、大出世じゃない。この時代、鉄砲の扱いに長けた人材は、それだけ重宝されたってことだな。